はい、こんにちはと。ブックレビューの吉松でございます。ということでね、今回ね、やっとこさというか、ようやく、丸山健二大先生のね、本に言及することができる日が来ました。この動画もまあ200本超えましたのでね、ちょっと記念してですね、いきたいと思います。まあ、丸山先生、皆さん、知られない方は見るかな、純文学の作家さんでね、で23歳の時に当時の史上最年少で芥川賞を取られた方です。大変に才能あふれる方。今は長野県の安曇野に住んで、古今のね作家と言われる方です。はい、ということで、今回はですね、人生なんてクソくらいと、丸山健二大先生ということです。まあね、この方はね、もうお子さん持たずにね、まあ、奥さんも見えるんですけど、お子さん持たずに、もうとにかく文学一筋ということで、1943年生まれ、長野県生まれでございまして、1966年、夏と流れというね、刑務所の刑務官の話を書いた、死刑執行する刑務官の話を書いた、作品で文学界の新人賞を取られまして、それが同時にね、イコール、芥川賞を受賞されましたと。今は、68年、1968、昭和43年から、長野県の大町市に住んでいるということで、なんか実家のお父さんからもらったリンゴ園をなんかそこで、ね、宅地にして家作ってみるらしいです。はい、主な小説千日の瑠璃それとかいろいろあるんですよ。でこの後庭がねすごい有名でね、結構庭にね、おそらくこれ庭の花だと思うんですけどね、こういうね庭の花がね、有名なとこです。で写真もねちょこ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 入ってます。エッセイ書なんで、これはね、丸山先生のエッセイ書なんで、写真もね入っています、このようにね。で丸山先生実はね、若い頃ねオリンパスね OM シリーズっていうね、 OM O とM シリーズのね、1眼レフのね、結構コマーシャルも出てみるんですよ。確かテレビでもね放映されてるもんで、まあ動画で見れるはずです。オリンパス OM1 だったかな、丸山健二大先生のね、私も雑誌で何枚かそのコマーシャルのね、あれです、ページ見たことありますからね。で今回は、まあ、丸山先生のね、一番のこの、なんていうかな、この、主張というのはね、とにかく、金とかね、名誉とかね、そんなことにね、あまりこだわるなと。ね。ここに書いてありますよね。人は金と名誉に弱い、弱すぎる。そして、不安と恫喝に弱い、弱すぎると。いうことが書いてあります、ここのところにね。こういうのを非常に嫌う先生でね、まあお金で動いたとかちょっとこう圧力かけたらすぐにひなひなとなってしまうっていうのが、私は正反対の人間なんでだからこういうのが私もすごく憧れるんですけど、まあこの先生かなり厳しい先生ですからね、やっぱり自分にも厳しいし人にも厳しいという先生なんで、まあ俗に言う今のね草食家の系とかね、草食だけじゃなくて今絶食系ってね、もう草食もしないという若い人たちが増えてるという、まあ私も若いんですけど、昨日ね本屋行ったらね、若者2人がね、まあ少女漫画みたいな、なんていうかな、ちょっとこう今でいうラノベチックなね、ああいう美少女もののね漫画、当時2人は20歳ぐらいだと思うんだけど、大学生だと思うんだけどね、一生懸命ね見てましたよ、これがいいこれがいいって言って、まだそれ趣味はいろいろあるんでいいんですけど、お前もっと生身の女は厳しいぞということをね、丸山先生じゃないけどね、ちょっと後ろの方で小声で言ったんですけど、まあ通じなかったですけどまあやっぱりね、特に恋愛なんかはね、女の人にコテンパンにやられてね、もう火がね、彼と私、火がのね、もうとにかく生命力の違いというのを思い知ると。で女の人にとっちゃやっぱりね、こう引っ張っててほしいんだけど、なんかうじうじうじして、君はどう思うなんてやってるのは、
非常にこうやりにくいというかね、女性としてはね、うん、女の人はなるべく影に隠れたいんかな、こう男を矢面に立てて影に隠れてこう安楽っていうか安心したいというね、どうもそんな気持ちがあるらしくて、あのやっぱ今はミスマッチかな、うん、あのやっぱり女の人の気分を聞きながら動くような男では、確かにそういう男はまあ結婚してからいいと思うんだけど、まあ、付き合ってる時はね、ある程度グッと自分で出てくる男もいるかなと思います。私それあまり自信なかったんですけど、はい、でこの先生はね大変ね、文章も硬派でやることも硬派で、見た形も硬派ということで、頭スキンヘッドでね頑張ってみます。でコアなね、私みたいなファンがいてね、いつまでたってもね新刊出たら買うとかねやってます。特に私はね初期から中期のものが大好きなんですよ。初期中期、うん、まあ大変才能がほとばしっててね、もう読んでね、もう本当に夜中でもね興奮したことがありますよ。あんまりのね素晴らしさに、作品の、うん、本当にね素晴らしいとしかもう言いようがないものもいくつかあります。確かにあります。はい、そういうわけで今回はちょっとね薄いからねすぐ読めるんでね、また読んでください。ちょっとガツンときますんで、まあちょっとその辺覚悟して読んでください。はい、では今回は丸山先生、人生なんてクソくらいということで、また次回よろしくお願いします。